2011年の東北地方太平洋沖地震の震度分布。マグニチュードは9.0で最大震度は7であった。本校では地震における震度とマグニチュードとの関係について述べる。震度とはその地点での地震による揺れの強さを表す数値である。日本では気象庁震度階級が使用されており、それぞれの観測点において、 震度計によって測定される。一方、マグニチュードは震源地における地震そのものの大きさを表す数値であるため、1回の地震につき一つしかない。通常、マグニチュードは小数で表されるが、震度は整数で表される。震度とマグニチュードとの関係は、電球の明るさと周りの明るさとの関係によく例えられる。電球の明るさを表す値が、 マグニチュード、電球から離れたある場所の明るさが震度に相当する。すなわち、マグニチュードが大きくても、震源から遠いところでは、震度は小さくなる。例えば、1995年の兵庫県南部地震の場合、震源域近くの、いわゆる震災の帯では、震度7となったが、神戸海洋気象台や本速攻所では、震度6、京都、彦根、 土曜日では、震度5となり、震源域から離れるに従って震度は小さくなった。震源域から遠く離れた東京では、さらに震度は小さくなり、震度1であった。また、電球や机の位置が変わらない場合でも、電球の明るさによって、机の上の明るさが異なるように、同じ場所で発生した地震でもその規模によって、震度が異なる。一般に、マグニチュードが大きいほど、 かつ、地震の発生場所に近いほど、震度は大きくなる。しかし、マグニチュードが大きくても震源域から離れていれば、震度は小さい。なお、震度は、地震が発生した、深さ、断層のずれ方、地震波の伝わり方、地盤の状況などにも関係するので、震源域から離れるに従って、一様に減衰するものではない。また、震度とマグニチュードはどちらも、 あくまで指数であり、数値の大きさと地震の規模は比例しているわけではない。マグニチュードは、震度のように直接観測できないため、各地の揺れの大きさなどから推定される。マグニチュードが大きいほど地震の規模が大きいことを示しており、マグニチュードが1大きくなると、地震のエネルギーは31.6倍大きくなるという関係がある。 一般に M8 程度以上の地震を巨大地震、M7 以上の地震を大地震と呼ぶことがあり、このような地震が発生すると何らかの被害が生じることが多い。また、それより小さい地震でも発生場所によっては被害が生じることがある。ありがとうございます。